長い間頑張ってくれた。秘書さんから話は聞いてるよ。会長、この古びた名機がはあなたたちを今になっても行くといい。ログアウト、いや間違えた。坊ちゃんは謙虚で今まで私を、でもこの先が指針宮、私も入札が始まる前に行きましょう。今日は招かれた私双方の代表には入次は入札者から金人口の今後の経営理念を天白市入札審査会に説明し、これは私が特別に手配したの。あなたたちに自由に討論する時間を与えるわ。そこでお互いの意見を。ないと思います。入札が終われ、しかし玉空様は私たちがしっかり討論することを望んでいます。そうすれば相手の観点によって自身の…では坊ちゃん、あなたから始めましょう。金人口に関する計画と考えを説明してちょうだい。金人口商会の皆さん、お元気ですか？商会は不当の物流を利用し、賃料を支払えただけじゃなく入札資金まで調達することができました。カンパニーはさらに一歩進み、不当の物流効果を開発したいと思っています。これこそ皆さんが望んでいる究極の金人口商商会は、カンパニーはさらに一歩進み、本当に商船用の港を建設する。私たちは商業区の配置を再計画し、安心してください、移転カンパニーがまたカンパニーはさらに一歩進み、不当のこれこそ、なんでそれがみんなの望みだって。まさか皆さんが声を。違うよ、金人口の店舗たちの意見を。証拠になるもの。これこそ皆さんが望んでいる究極の金人口復興ではないでしょうか。これを見て。紹介が不当け、金人口の名誉のために。これこそ皆さんが望んでいる究極の金人口復興ではないでしょうか。これを見て。君は適当な材料。それは私たちの討論とは。これこそ皆さんが望んでいる金人口の。これは金人口。父は頑固で時代遅れなし、多くの金人口が期待していたとしても。明記金人口に対する坊ちゃんは不当を強みだ。紹介にとってラフ一の余市。誰も気にしていない。君たちはなぜビだって民証拠になるものは。ラフ一の余市。カンパニーが出資した後、泉州ラフのあちこちに。これを見て。紹介が不当系金人口の名誉のためラフ一の余市。人々は常に金人。これは紹介と正直宣伝用の贈り物や。坊ちゃん、あの私たちが選びたいのは。自由に討論する時間は。
申し訳。遊学から帰ってきた坊ちゃんは昔よりあなたの言う通り考えていたんです。ごめんなさい、長く話し。紹介が落札。私は何もせずに。たんですね、お二人は無理やり。あなたたちが最近は次会長の経験。みんなそう。経験がそれほど重要ならだから、ぼそこでお二人に。ああ皆さんとはしばらく。